いちこです。今日は2021年8月21日土曜日です。高松の天気は朝から雨で時々止んで午後から止んだので買い物に出かけました。その途中で珍しい花を見つけました。帰ってネットでいろいろ調べました。いろいろ調べていく中で検索文字を釣り竿の先の釣り糸の先に紫色の花が咲いている花は？と入れて検索しましたが結局わかりませんでした。釣り糸の先に花があるように見えますよね。何の花がたくさん候補に上がりましたがわかりませんでした。わかればご報告いたします。今日は林町で買い物が終わり、その先を遠回りして帰路に着きました。途中稲科の白金吉を見かけましたので読み上げます。いつものようにウィキペディアの記事を読み上げます。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。白金吉、出典フリー百科事典ウィキペディアより。白金吉、学名コーテーリアセローオナは稲科白金吉属の多年生植物。英名からパンパスグラスとも呼ばれる。形態成体、高さ2から3メートル程度と大きく成長し、細長い葉が根元から密生して伸びる。葉は縁が鋭い。8から10月にかけて垂直に立ち上がった茎に長さ50から70センチの羽毛のような花穂をつける。オカブとメカブがあり、オカブの花穂は細長いのに対し、メカブは幅広く綿毛を持つ。色はややピンクがかった白銀色である。種類によっては矮性のものや穂の色が紫色のものもある。分布、原産地はブラジル、アルゼンチン、チリなどの南米大陸の草原パンパス。各国で観賞用に栽培され、日本には明治時代に入ってきた。人間との関わり、大きく成長し花穂をつけた姿は見栄えがするので、公園花壇の植栽や道路分離帯の緑化などに用いられる。また花穂は生け花やドライフラワーに使われる。ススキに似た外見の割に高く育つため、お化けススキという俗称もある。栽培には日当たりの良い場所を選ぶ。葉はススキと同様に皮膚を切りやすく、手入れや伐採時には手足を保護できる服装が望ましい。育成には手間がかからないが、寒さにはやや弱く葉が茶色になる。ただし関東地方までなら全体が枯れることはまずなく、翌春に新しい葉が出てくる。主に株分けで増やす。これは穂の形状に個体差が出やすいので、同じ株から増やした方が群生した時に揃うためでもある。白金吉属。白金吉属、学名コーテーリアは稲科の属の一つ。以下省略いたします。以上で読み上げは終了いたします。はい、いかがでしたでしょうか。今までいろいろ花を調べていますが、外来種がほとんどですね。亀などの動物、魚、植物含め外来種が多いですね。日本の島国は周りが海で外来種が入りにくいのですが、人間が全てを鎖国から解放して外来種も増え、自然も淘汰されて固有種が少なくなっていますね。でももともとは
地球全体が一つで、それから自然と大陸から分離されているのですから、固有種にこだわるのもどうなのかと考えます。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。